バイナリー初心者が初日から80万超え、本気で稼ぎたい方はある注意点に気をつけろ。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はマーチンは一切なし、1万円あれば初日から85万円は稼げる、勝率 90.2% を記録したハイロ全7通貨ペア対応の超簡単1分集をあなたに伝授します。今回の主張は収益力が半端なく、1万円エントリーの場合は利益85万円です。しかもこれたった1日の結果ですよ。これが1ヶ月、平日20日間だとして月に1700万円稼ぎ出すことが可能ということなんですよね。じゃあこれが仮に1000エントリーで始めた場合、月に170万円稼ぎ出すことができるので、少額資金であっても大金に変えていける仕様なんです。でこの手法はハイローの全7通貨ペア全てに対応するので、エントリーポイントがめちゃくちゃあります。年に1日121回はエントリーできているので、仕事のお昼休憩だったり家事の隙間時間など短時間で収益を狙っていくことも可能なんです。かつ高勝率を実現できているので即実践に移すことも可能なんですよね。ですが無駄な損失を作らないためにも、動画内でお伝えする大事なポイントっていうのは絶対に見逃さないようにしてください。それではね、本編に行く前に期間限定で無料個別指導実施中、 LINE 読者の中から抽選で行っていきますので、本気で稼いでいきたいと思っている方はぜひ LINE 登録しておいてください。あなたはね、資金管理をご存知でしょうか。この資金管理がね、徹底できないと一度の負けで大金を失ってしまいます。それこそ利益をね、どんだけ積み重ねてもそれが一度のトレードでなくなってしまうなんてことはザラにあるんです。それにまあバイナリーオプションに限らずね、まあ投資っていうのは全ての負けを避けることはできません。そのためたとえね、勝率がいくら高かろうが資金管理が徹底できないとね、1回の負けで全ての資金を失いかねません。だからこそ資金管理はものすごく大事になってきますので、まあ詳しく知りたい方はね、僕に LINE のメッセージで資金管理と送ってきてください。それではね、早速ちょっとやっていくんですけども、今回ね、1分取引推奨となります。ですのでチャート画面ね、開いていただいて、まあ、おなじみではありますが、こちら M1 とね、設定するようにしてください。それができましたらね、インジケーターを入れていきましょう。まずこちらの挿入インジケーターのビル・ウィリアムスの中にあります、こちらですね、ゲーターオシレーター、こちらを選択してください。まあそうするとね、こういった設定画面が表示されます。まあ基本的にはね、デフォルトで構いません。まあ元ある数字でね、構いませんので、こちらで設定してください。で色の設定もね、このような形になってます。でレベル表示はね、まあ0ラインだけ追加してあげると分かりやすいです。まあここはね、別にまあ分かりやすい色だったら何でも構わないんですけども、まあこんな感じでね、ちょっと分かりやすいものに設定し直してください。こちらで入れていきましょう。はい、そうしましたら今入れたこちらのね、ゲーターオシレーターなんですけども、バランスライン、まあつまり平滑移動平均の、まあ、収束や拡散度合いをね、示してくれるインジケーターになります。これによって相場の売りや買いの勢いを確認することができるんです。2色の色に表されたヒストグラムっていうのはとてもね、見やすくて分かりやすいインジケーターとして多くの投資家に利用されているんです。まあ具体的なね、使い方に関しては後ほどお伝えしていくので、まあ、まずはもう一つインジケーターを加えていきます。まずこちらの挿入インジケーターのビル・ウィリアムスの中にあります、こちらですね、アリゲーター、こちらを選択してください。まあ今こういった形でね、設定画面表示されてるんですけども、まあ設定数値とかに関しては今モザイクかけてます。こちらの設定数値のね、受け取り方は後ほどお伝えしていくので、必ずね、見逃さないようにしてください。まあ冒頭でね、お伝えしているような結果を再現するには必ずね、正しい設定値必要となりますので、くれぐれもご注意ください。それでは入れていきましょう。はい、したら今入れたね、アリゲーターなんですけども、まあ、短期中期長期の3本の移動平均線を本来の位置よりね、未来方向、まあ、右方向ですね、シフトして表示してくれるテクニカル仕様になります。まあ、ローソク足より先に表示されるのが特徴です。現在の相場がトレンドかどうかを判断してくれるんですが、未来予測し事前に先読みできるのは強い利点の一つです。あらかじめ価値が分かってるね、勝負に挑むようなもんですからね。それだけ画期的なインジケーターですので強いのは当然です。じゃあ実際ね、どのくらい強いのか、どういったポイントでね、エントリーをするべきなのか、これは実際のね、僕がトレードしてるものがありますので、そちらを交えてね、解説をしていきます。まあ条件だけじゃなく、エントリータイミングなんかにもしっかりと注目してください。はい、そうしましたらそろそろね、ちょっとエントリーできそうなポイントがありますので、ちょっと次足一歩ね、行ってみたいなと思います。うん、し
っかりと条件位置の確認が取れましたので10万円ですね、こちらで半円取る1本だけ行いました。まあちょっと待ってる間にね条件解説をしていきます。まずメインチャートからアリゲーターを見ていただいて、上から順番にね緑、赤、青、このような順番に並んでいることです。で次にゲーターオシレーターを見ていただいて、赤のライン、ゼロラインを基準にね両方とも赤になっている、まあ赤片方赤でもね構わないんですけども、その状態から緑に切り替わった瞬間で、切り替わった緑に関してはゼロラインを基準に上下が緑の状態、この確認がね取れましたら次はハイエントリーとなります。でこの後ね、無駄な負けを減らす方法だったりとか、おすすめの通貨ペアなんかもちょっと紹介していきますので、ただね条件把握するだけじゃなく、そういった細かい部分なんかにもちょっと意識して取り入れてほしいなと思います。そしたら残りねわずかなんですが、問題なくね陽線が形成されましたので、見事ね勝つことができました。で今回10万円でのエントリーでしたので9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたら今回ね取り組む上でのおすすめの通貨ペアを発表します。冒頭でもねお伝えしたんですけども、全7通貨ペア対応はしています。ただその中でもねダントツ高い勝率がこちら GBP JPY、 つまり今ね取引をこう控えてる通貨ペアになるんですが、はい、10万円でねちょっとローエントリー1本だけ仕掛けました。ちょっと話途中だったんですけども、ポンド円がね今回のおすすめの通貨ペアとなりますので、ぜひ参考にしてください。で基本的にはねアリゲーター見ていただいて、上から順番に青、赤、緑の順番に並んでることです。でゲーターオシレーターを見ていただいて、赤から緑に切り替わった瞬間で、赤の場合はね片方赤片方緑の状態でいいんですけども、切り替わり後のね緑に関しては上下が緑の状態であることは必ず確認してください。それ問題なければね次足ローエントリーかけてもらって構わないです。一つね注意点があります。一応今回そのゲーターオシレーター、アリゲーターもそうなんですけども、先行して反応してくれると、現にねゲーターオシレーターなんかもかなり前の方に表示されてるんですけども、緑のこう切り替わった瞬間に関してはロウソク足を基準にねちょっと考えてください。リアルタイムで形成されているロウソク足とゲーターオシレーターのねこう位置関係を見ていただいて、ちゃんとね条件が一致してればエントリーをするというのは忘れないようにしてください。はい、そうしましたらねしっかり陰線が形成されてますので問題なく勝つことができました。今回10万円でのねエントリーでしたので、9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたら今ねハイエントリーローエントリー見てきたんですけども、どうでしょう。これらのインジケーターって使ったことある方はぶっちゃけ少ないんじゃないかなと思います。あまりね知られてないインジケーターなんでちょっと難しいなって最初ね感じた方いると思うんですけど、見るポイントは本当たった一つというか、基本的にはゲーターオシレーターの色の違い、色の転換をね見てもらうだけですので、特にね難しく感じる部分はないかなと思います。それではここでね無駄な負けを減らそうを紹介していきます。それは条件位置のねローソク足の色に注目してください。例えばハイエントリーの場合、条件位置の足がね陽線であることで、反対にねローエントリーであれば条件位置の足がね陰線であることです。これに着目するだけで勝率は格段に上がりますので、ぜひね広い視野を持ちながらちょっと取り組むようにしてください。でここでちょっと注意点一つお伝えしていきたいんですけども、この画像ちょっと見てください。ローエントリーの実際のねトレード映像でもちょっとお伝えしたんですけども、現在足に沿ってゲーターオシレーターの色を見るようにしてください。結局ゲーターオシレーターは先行して指標を示してくれてるんですが、あくまでも基準となるのは枠で囲った範囲ですので、これはくれぐれもちょっとご注意ください。そこさえねしっかりと間違えなければ OK です。そしたらここでワンポイントアドバイスをお伝えしていきたいんですけども、例えばハイエントリーポイントがね訪れてる場合、じゃあ基準としてるね陽線の下髭が仮に長い場合、次足に陽線が形成される可能性が高いんですよ。これってぶっちゃけこの仕様に関係なくね知っておいた方がいい情報なんですよね。ローソク足って投資家心理が現れるって言われてるぐらいね、ローソク足の形成されてる意味っていうのがねすごく重要だったりしますので、さらにトレードスキルをね向上させていきたいって方は、僕に LINE でローソク足の極意とメッセージをください。それこそローソク足のね特性をまとめた PDF っていうのをお送りしますので、さらにねスキルアップを目指していきたい方はぜひメッセージください。
まあ、この賞に限らずね、使える場面はめちゃくちゃありますので、まあ、今ね気に入っている賞があるんであれば、プラスアルファのね情報としてローソク足の極意はね持ち帰ってほしいなと思います。はい、そうしましたら今回はね、マーチン一切なし、1万円あれば初日から85万円は稼げる、勝率 90.2% を記録したハイロー全7通貨ペア対応の超簡単1分賞をあなたに伝授してきました。まあ、実際ね使ったことないインジケーターでもあったかなと思うんですが、まあ思いのかね簡単だなって感じた方の方が多いんじゃないかなと思います。それでは今回ね紹介してきたこちらの設定数値ですね、アリゲーターの設定数値に関しましては、これからお伝えする条件を全て満たした方に完全無料で渡していきます。全部で条件3つあるんですけども、1つ目、僕のチャンネル登録をすることで、この動画にいいねを押すことです。そして2つ目、この動画にコメントをください。こういう仕様を検証してほしいですとか、自分はこういうポイントを意識しないといけないなとか、メモ代わりに使ってもらって構わないです。まあ、やりやすいようにねこれは使ってもらって構わないので、何かしらコメントね残すようにしてください。で最後 LINE でキーワード送ってほしいんですけども、こちらワニとなります。まあ、アリゲーターってねワニっていう意味だったりしてるので、今回はシンプルにワニがキーワードとなります。まあ、これはカッコ外してね、カタカナ2文字ワニとねメッセージを送ってもらえれば大丈夫です。ぜひね気持ちの強い方はメッセージをください。そして年間6000万から7000万稼ぎ出せる僕が普段使用している極意方法、こちらを LINE 登録された方限定で体感することができます。しかし人数制限を設けて公開していきますので、選ばれた方はかなり幸運の持ち主です。その際はぜひ体感してみてください。それでは今回はねこの辺りでおしまいにしたいなと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。